はい、鎌倉です。ではドラクエビルダーズの前回の続きからやっていきたいと思います。で、シロに話を聞くのか。ち、おとなしくなったと思ったら変わらず口の減らない女だぜ。だがあの女が欲しがっていたものよく全部作れたな。ああ、そうそうそう、あのお姉ちゃんの依頼を三つこなしたところで終わったんだったね。うん。ものづくりか。うん。こいつも一緒にやってくれるのかな。作業台に行くのか。ついてこいや。ほら、使っていいぞ。うん。覚えたのか。どれどれ。お、作ってる。ははって言って、はは。失敗だな。まだやるか。ハンマーどっから出た。くれなかったらしい。おねだりされた。なんかひらめいたぞ。コンボ。コンボ指導専用装備だと。誰でも装備できるものじゃないの。素材は？ありそうだな。まあ、使えよ。最強装備が出来上がったぞ。装備させてあげるね。喜んどる喜んどる。当たってるだろ。気に入ってもらえたようでござんすな。スライムより強い魔物の気配がある。コンボを試すのにぴったりだ。地図に目的地が表示された。では魔物の方を形に。どこ？群れが現れた。ネズミだ。なんだぞ。ってこっち来るんかい。痛いっす。先輩、指導先輩、やっちゃってくださいよ。えてて、俺狙いか。えててててて、もうちょいじゃ、いけ。ようやったぞ。なかなかカタカタ。おお、ハイタッチ。悪い気をしないならよかった。お、レベルが上がった。お前が一緒に戦えって言ったんだろう、確か。良い子は寝る時間だな。夜が明けたら達成だ。達成じゃない、探検だ。
これ拾って、焼くなんてめんどくさいぜ。はい、焼けてるのがある。取り出して、あ、ああ昆布入れちゃった。間違えた間違えた。こっちこっち、はい、料理する。時間かかるな。どうやってみる。これでいいのか。今日は休みなさい。さあ何があるかな。みんな一緒に起きたぞ。ルルと愉快な仲間たちの無人島生活が始まる。昆布を何？焼き桃貝がないの。俺じゃないぞ。この気配。幽霊がいる。青白い。踊っとるぞ。お。すげえ壊れた。何かが出てきた。階段だ。階段が出てきた。階段だな。こっちじゃゾイ、喋れるんかい。あいつらじゃない、あいつ挑戦じゃない、挑発してやがる。よし、追いかけるか。その前にちょっと待って、料理ができたようだよ。どこ受け取って、入れて料理する。さあ行こうか。中は 68% あるから大丈夫でしょう。昆布もまだあるし、階段の上にはジャンプしないとダメなの。ガキン、探検だ。草しか投げない。おっと、こっちじゃ。あのおっさん誘ってやがる。おかしな空があった。あー、雲の流れが速いです。何か取った、まあ、いい。画面ちっちゃいな、もうちょっと。あー、R さん違った。あ、着いたかな。よっしゃ、宝箱2個ある。それよこせ。何かの神殿。宝物が気になるから。あ。痛いけな老気づち。すぐにビクタが来そうな町や無人島だけどね。なるほど。神殿を直してくれって。目の前の一つの宝箱に入って、宝じゃないんか。
緩み切った顔のビルダーに会い、いなくなってしまった。何年計画だ？設計図書くのどんどん。神殿の設計図を描いたって範囲狭くない？神殿の設計図 30%、 30%。 何この設計図って。とりあえず戻って神殿の設計図を描けるなんてなかなか珍しいことなのか。なるほど、宝箱の中ね。なるほどね、うん、グローブで壊すんじゃない。めんどくさそうだな。設計図通りに作ろう。設計図の上でタッチパッドを押すと詳しい内容を見ることができる。設計図をよく見ながら全く同じになるようにブロックを並べていこうというわけなので、やっていきますか。うん、ちょうだい。石レンガを手に入れた。一個だけ。あ、これがなんとか剥がれる。うん、なるほど。じゃあこの2つを使ってかましていくと。ああ、この色の違うところに石レンガを置いていくんだね。お姉ちゃん邪魔だな。この地味な作業をやっていかねばならぬ。これがビルダーの、あれ？ビルダーの宿命ってやつかい？おいおい、また違うとこ置いたぞ、俺。ここ OK や。お、女。へぇ。ちょっと待ってよ。作って勝手に置いちゃうんだな。そうそう、その持った状態をキープしてもらいたいところなんだな。地味なビルダー、地味ね。まあ作るのって地味なものか。まあこれが完成形態、真ん中にかがり火を置くっていう感じ。素材用意しといたって一部屋分しか用意してないんじゃないか、あのおっさん。よっ、殺風景な部屋だぜ。もっといい石とかなかったのかね。これ完成とは言わないだろう。ハイタッチ覚えたな。断る。顔が赤い、うん、おっさん来た。これで完成？本当に完成？本物のビルダーだったらしい。
神殿を修理してくれたお礼をしよう。これを受け取るがいい。お、ハンマーだ。やっはー。これで石が壊せるのかな。ビルダーの象徴ともいえる道具。もう一つくれる。この島をくれた。お前所有権あるのか。ここは鎌倉島と名付けようではないか。広っ。この島は空っぽ島。かつてこの世界にいた古のビルダーが自らの夢を詰め込もうとした島じゃ。家すら作り方わからないっていうのね。まだ話は続く。何を作ってもいいんだな。私はこの島の神様的な精霊的なあれじゃ。あれってなんじゃ。ぬるお前勝手に住みつく気だな。ここは俺の島だぞお前たち。丸ごとちょうだい。もうくれるものはもらっとくよ。なんでもルル王国ちゃうだろそれは。指導帝国ならば鎌倉共和国なんでどうだろう。話長いな。全てわしのものじゃ。神殿の上にある月の壁を壊してみるがよい。とっておきのお宝があるぞ。お宝をもらわないとダメでしょう。ビルダー道具に大きい槌。武器では壊せない硬いものを壊せるぞ。R に叩く。R に押しっぱなし、連続で叩く。丸を押すと、グローブと切り替えられる。はあ、なるほどね。あ、この階段は、これ？ふっ！ほほ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 。何これ？掲示板。未定品のある世界の様子を覗き見る。早速掲示板を覗いてみるがいい。掲示板を見てみよう。掲示板には世界中のビルダーたちが自慢の写真を公開している。人の作品を研究してすごいものを作ろう。なるほど。ああ、スクリーンショットがいっぱい並んでいますね。ロマンチックなスライム。なるほど。これを設計図的な何かにすればいいんですね。三角で写真の撮影モード。最大99枚保存される。おさんの頃に。ふう。へい。無垢なものは見れたぞ。
写真貼ってあるっていうことはきっと真似して作ってもいいっていうことだろう。素材になりそうなものがないじゃない。この白地に抜かりはない。文字通り何もないこの島にどうやってものづくりの素材を運び込むか。方法は一つしかあるまい。なんだよ、言えよ。ここは空っぽの島。娘さんの言う通り物を作る素材はほとんどない。ないのか、本当になかったのか。それにそもそもたった3人でこの島を開拓していくのは難しいであろう。え、一人でやろうと思ってたけど。そこでじゃ、お主たちには物を作る素材とこの島を共に開拓する仲間を他の島から探してきてほしいので。仲間がいるのか。とてつもなく広いこの島に3人だけで住むのはもったいない。仲間がいれば島もにぎわうぞい。仲間がいた方が確かに楽しいな、どうしたもんかの。船が来た。あらって言ってるけど、あ、船来た。早速仲間だ。あいつを勧誘だ。我が国の はい、というわけで今回はここまでにしていきたいと思います。次回はあちらの船の方に行ったところからスタートになりますかね。とりあえずまだまだね、何やってんだかよくわからない状態ですけども、まあ、これからちょっとずつちょっとずつ開拓していけたらなと思います。ではここまでのご視聴ありがとうございました。